いや、おう俺の中で眠ってたないから覚醒しちゃったやばくないこれ今日ちょっとあのプリンセスも見えるからさっきからもう腹減ったり結構うるさいけど衝撃映像ですこれマジで前田さん超えてきましたこれやっぱその決め手となるその白いソックスが俺なかったからここはそうですねちょっと準備不足でしたそうそういい感じの感じがねこの辺が俺は決め手かなと思ってこうで新しいなんかオタクじゃないなちょっと、うん、ちょっとオタクじゃないよネオオタクネオオタク本当にね新しい人種ですよこれはでもなんかやっぱスタイルいいからもう行こうか弾いちゃってかわいそうにコロナじゃないから、ね、いやーなんかでも柔らかくなりましたねだいぶあそうだ、ね、こんなに変わるんですねやっぱり服装ではいやりますよ何でもじゃあこれであの秋葉原を僕と一緒にあの歩いてはい、行きますか。巡っていきましょう。ちょっと途中萌子の確認してみますか。萌子ちょっと危ない駐車でも打ってどうぞ冗談ですよ。ウリダさん、奥さん、すごい素敵な方ですよね。あ、ありがとうございます。いや自分が褒められるより嬉しいね。あ、そうです。やっぱ、その今の奥さんと出会って結構変わったんじゃないですか、すごい。柔らかくなった感じしますもんね。なんか結構どうしようもないかったからさ、はいはい、でも今の奥さんのおかげで、はい、もともと女遊びもしないし、うん、飲み歩かないんだけど、はい、より、うん、教えてもらった。いや別に奥さんが大事だから、うん、他に興味いかないっていうそのおかげで構成できたかもしれない。素晴らしいですね。なかなか言えないですよねこの言葉。鳥田さん、うん、もうタピオカ飲みたいんですよ。いいね、タピオカ好きっすか。目が覚めちゃうよ。目が覚めちゃう、うん、タピっちゃいますか。ちょっと実は俺タピったことなくて。タピったことないっすか、うん、初タピっすか。じゃあ初タピおお初タピです。じゃあちょっと感想聞くのが楽しみですね。あんまり原価が安いもの外で買うなって怒られてるから悪いけどタピオカ屋には悪いけどそれ言っちゃダメっす。そうそう業務スーパーであんな大量に安く売ってるものを砂糖につけたものに金出すなって言われて飲んでないんです。間違いないことを言ってますけど。そうそうそう、タピオカ屋さんからしたら一番言われたくない。そうだね。JK の視線がかなりきついんですよ。やばいね。もう、カイちゃんなんか JK とか結構好きそうだけどね。いや、僕年上の方が好きなんですよ。あ、そう。今まで付き合ってきた人は年上が多いです。あ、そう。はい。こんなの聞いたらやばいよショコタンが。ショコタンが舞い上がっちゃう。フリーさんありましたね。あれタピオカじゃないですか。まあ俺も若い時一通り悪いこと全部やってきたけど、はい、タピオカがまだだね。タピオカまだですよ。悪いことやってきた。さあどうしましょう。ポップでキュートでパンキーでオタクのやつありますか。一番可愛いのは。可愛いの、あ、でも可愛いのはい、お、可愛くて、じゃあ可愛いのは私ですってね、言ってくれと思うよね。それそういう振りが弱いな。てんてんてん、そうそうそう、顔を押しらけさせるの得意だよ。やったらやりっぱなしですよ。俺じゃあこの黒糖ナンバーワン。ナンバーワン、じゃあ俺はほうじ茶ミルクティー。ほうじ茶のやつですね。はい、普通のタピオカとか普通のあるんですけど、どっちに頼むか。普通ので。普通のタピオカ、普通のタピオカ、普通のタピオカと黒糖タピオカで用意して。あ、じゃあ黒糖にしようかな。正解だよ。俺あのアイスの量カメハメハでお願いします。あ、決まってんすね。じゃあいいよ。はい、これですよタピオカ。これがタピオカ。これが噂の。やばそうだね。大丈夫。これあったかいんですよ。ちょっと口数減ってきたもん。ねえ。ちょっとまあいただきます。いただきます。乾杯。乾杯。これ混ぜるんですよ。これ混ぜる。混ぜるんですよ。上から。はい、混ぜちゃってください。同化するのこの。そうですね。混ざっちゃうんですよ。大丈夫これ。オナホールとかじゃないの。ピーですね。ピーやん、ピー。これそういうやつじゃないの。ピーばっかりすいませんね。ピーです。ピーピーで。じゃあ、はい、いただきますか。じゃあいただきます。うん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 、どうですか。全然美味しくねえよこんなもん。なんだこれ。なんだこれ。感触がやばいねこれ。感触が腹立つわ。正直に言うと。え、だって
喉にさ、喉にバンバンって来ちゃうよ。ウリタさんのせいで、ごめんごめんごめん、鼻のとこまで、タピオカが鼻の途中まで来ました。ごめんごめん、この水分の部分はスッと入ってくるけど、タピオカ直接来るじゃん、喉に。どうすればいいの？どうやって食べんの？受け止めるんです。受け止めるの？一回一回キャッチするんですよ、口で。止めて止めて、そこで噛む。うん、こうやって楽しむの。いらねえ。これは間違いなく確信、確信持ったわ。あと半年で終わるわ。この業態は。ちょっとタピオカ屋さんからちょっと離れます。離れます。じゃあやっぱ秋葉原といえば、うん、ガチャポンでしょっていうことで、うんうんうん、やりましょうか、ガチャポンで。やりますか。斉藤君、ガチャポンどっかない？あの可愛いアニメの女の子みたいな。分かってください。すごいね、頼もしいですよ。何でもしてますから。タブがちょっとね、注目ですよ。このセンスが出るから。センス出ますから。ちょっと豚のカドル線香も気になったんだけど、ね、渋い。この辺はカイちゃんがもう行った感じやな。行きましたね。これじゃああえて大吉にするよ。おお、これは。これ大吉やってたらすごい。俺持ってるよね。ちょっとちょっとちょっと。分かった。こっちこっち。ありがとうございます。あ、そういうこと。これはカドル線香。なるほどね。これは上の。危ない危ない。なるほどなるほど。200円です。200円。200円。フリさんぶっ壊してる。大吉黒でしょ。はい。見えないの。お、よし、行きます。お、もうお、これはあ、違ったよ。大凶が出たよ。大凶、大凶が今日にしようか、今日。ガチガチ開けられない。ねえ、こんなの本当、アルコール除菌しなきゃ本当に触んないよ俺。おちっちゃいね。おちっちゃい。ちっちゃ。え、でも可愛い。一番当たりじゃないですかそれ。あ、そう。これこれじゃないですか。この子か。結構。赤柴ね。可愛いじゃん。可愛い。可愛い。可愛いです。これでもつけられないです。柴可愛いよね。可愛いです。秋田にも可愛いけどね。ああ。いいですね。でかい、でかいですね。うん、でかいの。ちょっとつけられないから。なんか村ポケットにじゃ入れる。そうですね、見ましょう。一緒に散歩してる感じで。どうですか秋葉は。うん、秋葉いいね。この格好でいるのも良くないですか。うん、慣れてきますよね。秋葉だから入れるよね。そうですね、うん、新宿きついっすか。やばいやばい。新宿こだわりやばいよ。だから爽やかな感じでかいチャンネル見てますって言ってくるやつが、俺に声かけてくる人種がちょっと近いから。違います。どうしちゃったんですかって言っちゃう。僕には声かけてきますけど、ウルタさんの方は見ないですから。見ちゃダメな人みたいな。やばいよ。